8月19日、全日本少年少女空手道選手権大会に出場する松阪嬉野空手スポーツ少年団の選手と監督が竹上市長を表敬訪問しました。松阪嬉野空手スポーツ少年団は5月16日に開催された三重県少年少女空手道選手権で優秀な成績を収めた5人の選手が全日本少年少女空手道選手権大会に出場します。この日は吉田正則監督と中川小学校2年生の高山愛理さん、天白小学校2年生の里地心葉さん、中原小学校2年生の矢島瀬奈さん、天白小学校4年生の里地大賀さんの4人の選手が竹上市長を表敬しました。竹上市長は各県の優勝者たちと試合ができるので楽しんできてほしいと思いますと激励の言葉を送りました。最後に選手から竹上市長へ大会に向けた抱負や目標を伝えました。全国の1位の人が来るから強い人がいっぱい来るけど、その強い人を倒して1位になります。全日本少年少女空手道選手権大会は8月28日から東京武道館で開催される予定です。私は声が小さくなる時があるので、大きな声を出してはっきりと頑張っていきたいと思います。全国大会で楽しんで試合をできたらいいなと思っています。はい、全国大会では頑張ってくださいね。